お疲れ様です。吉田さん、回復してきましたかまあ、睡眠の質ってのはね、あの睡眠が上手な人と睡眠が下手な人って私はいると思っててね、うん、私は睡眠が上手な方なんですよ。だから、短時間の睡眠でものすごく良質な、その疲れを取ったりとかね、頭の中を切り替えるための睡眠が取れるんじゃなかろうかと思ってますね。まあ、一時期その、催眠、催眠術とかね、 睡眠療法とかっていうのをねこだわってですねやってみたんですけどもほとんどのことは無駄だったんですけどもただその中にもいくつか自分の身につくことがあってほんとね5分とか15分の睡眠で1日2日分の疲れを取るっていう方法もあってですねそれに近いことができるようになっているんではなかろうかと思うんですねあとは体調の変化ですけども、まあ、私はほとんどね体を壊すことがないっていうかあるんですけど正確には回復が早いんですよ えー、例えばね、あの、夏風邪ひいたとかいう人がいて、えー、な、今年の風邪はしつこいよね、とか言って、1週間2週間ぐずぐずやってる人がいると思うんですけども、まあ、私の場合はそれに比べるとね、多分2、3時間くらいで回復するんじゃないかなと思うんですよ。 例えば、ね、あのこの1年だけでも39度を超えた熱っていうの多分出てるんですよあの目分量をこう測ってると熱いな出たなと思うんですけども2時間ぐらいでねもう引いてるんですよねまあその繰り返しなんであの多分その悪玉菌とかね善玉コレステロールとかいろいろあると思うんですけどもなんかその病が体内に起きた時にあっという間にねこう殺しに行くっていうかね潰しに行くようなそんな抗体がすでにあるんだろうなと思いますよねうんなんかその波紋の呼吸法じゃないですけどねこーッとか言ってからね 何、うん、でしょうねだから体温がちょっと高いのと肺活量かどうか分かんないですけども呼吸するるとにに体内に取り入れる酸素のの量がちょっと違うのかもしんないですよね、まあ、もちろん健康診断でもあの悪いところが出ることってほとんどなくって、まあ、だから逆に思うんですけどもこれはね、うん、言ってみれば排気量のでかいエンジンみたいなもんであの、うん、普段普通の人よりは自分が短いんじゃなかろうかという気はしますね。 まあどっちにしても回復力が早いんでロスがあんまりなくて済むなっていうのとあとはなかなか疲れが取れない人の気持ちは全然わかんないですね。うん、それから病にかかってなかなか治らない人気の毒だなと思うんですけどもまあその人がねあの病で寝てる間に私は先に進めるかなっていうのでうんなんかそのうさぎと亀の物語がありますけどもあれはねうさぎがねサボっていて寝過ごしたみたいな描写になってると思いますけどもあの。 頑張りすぎてくたびれてもう昏睡状態に陥ってで病気で倒れてる間に亀がしめしめって言ってねゴールしたみたいなどっちかっいうと亀が姑息なやつみたいなねそんな印象だったりするわけなんですけどどうでしょうかねまあでも睡眠っていうのはものすごく上手にとればあの短い時間でもう深い睡眠っていうのはとれると思いますしそれからねあの短い睡眠をその1時間に5分ぐらい繰り返していくみたいなねまあ、そんな方法もあったりするらしいんですよね。 まあ、どっちにしても寝るのが上手な人は起きている時に使うその時間の使い方も上手ではないかなっていうところですね無駄な睡眠とる人ってその何起きてる間も無駄に起きてるんじゃないかなって気がしてやまないそんな私でございましたいってらっしゃい。